えー、皆さん、こんにちは。メニシオサです。えっ、ー、と、今日はガイダするということですね。今年の論文本試験傾向を探るというところで、えっ、ー、と、近年のね、論文から今年は一体どういうふうに勉強していったらよろしいのかな、ってことについて、えー、お話をさせていただきたいと思っております。えっ、ー、と、まずどうでしょうかね。あの、科目によっても多少違ってくるんですけども、あの、つい最近まで、特区実っていう科目は、割とね、文章は長くって、いかに読むのかっていうところが、 争点でしたってもね、多いわけですね。で、昨年はどうでしたっけで、そんなに文章長くなかったよね。で、知ってるかどうかというよりも、タントレ知見がちゃんと分かれば、パッとこれ解けますよね。うん、例えば去年のこれ問題っていうかね、なんですけども、こんな問題だったでしょう。一つが、で、問題例がこれ短いですよね。これ昨年のものなんですけども、えっ、ー、と、在外者の特管人の話がずっと書いてありますね。 一番、二番とかずっと書いてありまして、何が一応できますかって書いてあったりします。一応担当でしょ例えばカッコ1だよね。あって書いてあるんですけどね。こうは、本県外国特許時間に関し、在外者である日本国の弁理士をおに、日本国特許庁の対応手続きを委任したいと考えている、在外者という方が、日本にいる弁理士に特化人としてやってもらいたいと言ってるわけですね。これって、できますかと言えば簡単に書いてあります。 さて、どうでしょうかね担当的には。うん。パッと見ちゃうと、特艦にってどんな方がやるのかなっていうところに入っていってもよろしいし、趣旨から解いてもいいと思うんですよ。で、趣旨解釈。なぜ、在外者って特艦に置いておくんだろうかというところです。これは、ウェンとなるからでしょ長としては応答するのがめんどくさいんだね。在外者に対してはね。だから、日本にいるようなオールマイティを持ってる権限の方。 これ特艦の称して、エリンダリとしたいというのが趣旨なんでしょ確かに、メリシーって専門家ですよね。専門家なんだけど、この問題に書いてあるように、災害にいる場については、応答期間としては妥当ではないっていことがあるわけでしょ、まあ、これ分かれば、多分解けますよね。やってはいけないと。これすぐ分かるかと思うんですよ。まあ、そこからまず解けるかっていうところでしょうかね。特に、これ細かく見ていって、理解できてるかと。 というところでしょうか。まあ、条文から入ってもらっても構わないんだけどね。第8条っていうところが見て、どうですかって書いてもらってもいいんですけどね。まあ、それはそれで。うん。あとですね、いっていうところ。本県外国特許主会に関し、う自ら特化にを選任せず、日本国特許庁に対して、手続きをすることができる時期的制限について説明せよ。うん。自らできることな、どんな時期的制限についてできるんですかって書いてあったりしますよね。これも、 少なくても3つあげてくれって書いてあるわけでしょ。うんまあ、これも考え方によって入っていけばいいんでしょ。うん、でそもそもですよ。特管を選定せずに自分でやるってことは蝶から応答来ないからできるってことになるよね。まあ、そうなれば一体どんなことが少なくても3つできるんでしょうかと聞いておりますんで、まあ、これをね、常備に従って書いていけばよいというところでしょうか。まあ、そこから書いていくというところですかね。ここはね。 で、これもね、多かったわけですよ。で、昔はというと、かなり長いでしょ。29条の2とか、あと39条とか、あるいは国内優先権に絡んでいて、どうなる、こうなる。まあ、言ってみたら、難しくはないんだけど、嫌になっちゃうって、これは問題だったよね。でも、これは違いますよね。見て、簡単に解けると,ということになるので、いかに深く書けるかっていうところでしょ。でも、どのこれ、士官科目を見ても、国際図鑑系って絶対外れていないよね。 特許は揶揄関係絶対出るし、衣装についてはマドリッ、え、マジ衣装についてはジュネアマークトだよね。保証金請求権とジュネアマークト解きました。でもちょっとまた聞き方が違ってくるんだよね。それはちゃんと理解できてるかというところでしょう。まあ、商品についてもマドポロ関係のものについて当てはめだったよね。これちゃんとできてるかというところなんで、まずは国際世関係は絶対出ますよね。 今これができなくって、ベニシーってちょっと難しいわけですよ。まあ絶対出るでしょう。でもそこまで深くというかね、深くというか、そこまでね、あの、めんどくさい形の時系列って、なかなか出にくくなったのかなっていうところです。まあ本体知りたいっていうところでしょうね。深く考えてというところでしょう。まずは国際規は絶対、特実意図もやっておかないとまずいというところでしょうね。今般も改正になってるではないですか。例えば、衣装とか。 商標もしっかりだね。相達のところであったりとか、新規性相証の例外のところって一部変わっていたりしますよね。これを消えてくるっていう可能性は高いと思ってます。なぜ変わったのかっていうところを含めて、どんなことをすれば良いのかなっていうところね。条約書の親和性ちゃんと含めて、条文ね、そこから持ってきて書けるようになるといいんですけど。まず対策ってこれですよね。あとね、簡単なことについて、結構ね、当てはめてしっかりとさせるってのがあるわけですよ。 条文だけ当てはめではないですよ。当てはめって二つあるから。一つは条文。もう一つは自衛、事案ですね。こういう事案書いてる。なんで書いたのかなってこれ読むわけですよ。まずは特許から少し見ていきましょうか。うん、こう書いてあるね。昨年の問題なんですけどね。あの、余計なことって絶対本試験って書かないから、なんでこんなことを書いたのかなって普通考えると思うんですよ。例えば、そうですね。これ問題の 2に当たるのかな ?2 じゃない ?1 番か。1番のところの、共有関係のところだったかなと思うんですけどね。2番か。こんな問題。ここね。えー、っとですね、これ。まずね。えー、っと、高ト大学定は、特権 P を共有している。共有関係なんだよね。正解者 T は、平成31年1月5日に、正方 X と異なる正方であって、 生法 X と比較して、化合物アルファの収穫率が110%向上した生法 Y を完成させましたと書いてあります。で、その後 T は、公指平に無断で、令和5年2月1日から当該方法 Y によって化合物アルファを生産してて、権限なき第三者というところでしょうね。共有特許原社に無断でどうも生産してしまったらしいです。当該化合物アルファを有効成分として含有する 航空内崩壊型の常在 C の製造販売を夜勤機器等法上所定の承認を得た上で行っている旧薬事法でしょうかね。で問題この後。公は定に対し製造 C の製造販売に中止を求めるよう考えたが単独の公単体は教育の方の公については差し止め請求したいって書いてあるわけですよ。この一方で定はむしろ、平はむしろ 性に通常知識に砕くを行って実証的を得た方が良いとして消極的なんだと書いてあります。でうまくこれ語彙が難しいってことを言ってるわけでしょさらにここを書いてなんか言ってくれってことを多分書いてあるんだろうね。うん、これ一応ポイントでしょうね。これももって当てはめるですからね。単純に皆さんの書いたのとを見ると、上文の文言を書いてそこだけ当てはめってやってるものは多いわけですよ。まあ、そこにはもちろん入ってくるんだけど、プラスアルファでこの事案の特殊性ってやっぱありますよね。 共有関係の方がいらっしゃって、で、そして片っぽは差し止め請求したい。片っぽはライセンスをしたいと言って割れてるわけですよ。じゃあ、うまくやるためにはどうしていったらいいのかなってことを含めて考えてくれって言ってるわけでしょ。じゃなかったらこういうものって作ってこないですよ。わざわざ。ここね。こういうものって出さない。と思ってる。これちゃんと当てはめていたりしますかね。これは多分仮定か、そうではないのかっていうとこの試金石になってくるのかなと思うんです。 でそして、一番だよね。これ何聞いてるかな定位に対して、特権 P に基づく常在 C の製造方法の停止を求めて、書書を提起するとした場合でおいて、特権 P の効力が常在 C に及ぶことについて、特許権者がどのような主張をすることが考えられるか理由とともに説明してくれませんかと聞いています。なお、均等侵害について言及する必要性はないと言ってるんで、均等論を書くなと言ってるわけでしょ均等論を書かないで、 ま、言ってみたら、あのー、文言侵害だってこと聞いてるわけなので、ここから言うことは何かというと、多分、あのー、PB クレームっていうところでしょうね。この解釈について、あなたはどう考えるんでしょうかというところでしょう。で、最高者の判決ってわかっていますかって聞いてるんだろうね。そこはね。うん。まあ、これは解けるでしょうね。多分。まあ、本来から言ったら、この問題解いたときに、あと、 下級審とか最高裁の判決まで一応勉強しといてくださいね。まあ、そこから出るかもしれないし。で、違うでしょ。下級審であるならば、えー、申請 PB と不申請 PB って分けてるよね。いずれも設定努力になるんだけども、効力に差異があるというところが下級審でした。でも最高裁は明確性というところで、そもそも不申請 PB は設定努力にならんという方になるよね。それに一応勉強しといてくださいね。関係ないけどね。これについてはね。 問題カッ2というところになるんですけども、特権 P の効力が税上増税支援を得る場合、個は単独で権利行使ができますかって書いてあるわけですよ。単独でやっても良いかというところでしょう。単独で差し止め請求できるんでしょうか。まあ、簡単なこれ問題ですよね。共有関係で単独で差し止め請求できるかと、まあ、聞いてるわけでしょうん。 で、やってしまった場合って、片っぽの方はどうなんだっけ言ってみたら、これ。少なくても、ライセンスをもらいたいという方なんでしょその利益って一体どうなっちゃうのかなよく言う、これ、保存行為って言うじゃないですか。保存行為で、こうたんだり差し止め請求しって話になると、片っぽの方のライセンスを、そう、ライセンスを継続したいっていうところが、これ、不意になっちゃうんじゃないって多分書いてあると思うのね。まあ、それも含めて書いた上で、 単独でもできるんだってしなければいけないんですけども、これどう書いたのかなっていうところです。ここね。わかってますかね単独では当然できますよ。保存行為とか持ち分建設に基づいてできると書けばいいわけですよ。ただし、特に保存行為と書くんであるならば、片っぽの方は、これライセンスを締結したいと言ってるんで、保存ではなくなってしまうんではないっていうところが書いていくんですね。でもそれでも、やっても、少なくてもね、 損害賠償をもし請求できるんであるならば、どうなるライセンスの相当額が最低限行くってことになるので、ね。補填できるだろうし、事後的にライセンスってすれば足りちゃうってことになるでしょうから、まあ、意にかなってんのかなってことを書くんでしょうかね。そこ,こはね。あと、3番です。平は単独で、弊に対し、発明医の実施について通常実施権を下落することができますかって書いてあって、まあ、できないよね。 知的所有権の特殊性を書いていくということになるでしょう。僕はね。簡単なんだけどね。ただ、これ、配点が35点ってことになってるんで、10点、10点、10点と分けて書くんですよ。この基準点との関係、ないしは、配点との関係はちゃんとね、含めて書けないと、いいとはならないってことです。あの、極端に少ないのはやっぱしダメでしょうね。単独でやっても良い。保存行為によるからって書くだけでは、回答になっていないと思うんですよ。それ。 だから事案をたくさん書いてあって、これも含めて書けと言ってるわけでしょ。本当はそれはいけないと思うんですよ。もう結論簡単ですからね。これだって一番目は、えっ、ー、と、PBP クレーム。これ問題。そこによってって書けば終わりってことになると、よくないのね。なぜそれが認められてるのかなって、やっぱ少し書かないと、10点っていうところにいかないのかなと思うんですよ。下もそうでしょう。カッコに。ね。えー、単独でもできますよ。なぜならば、保存行為だからって書いて終わりって言っちゃうと、 足りないよね。そんなの5、6点分じゃないですか。どう見たって。それでいいっていう問わもありますよ。だけど、これダメでしょ。だから条件設定は書いたの。上の方って。ここ。これも全部ね、落とさないで、落とさないで書けなきゃいけないのね。で、3もそうですね。3もそうというところになるというところでしょうか。で、特きはそんなところって出てくるので、割と簡単。特に難しいっていう問題でもないんですけど、簡単なんだけども、特に事案の当てはめ。 よく間違ってしまってるのが、業務の分だけから当てはめるっていう人がいるんだけどね。それプラス、事案の特殊性から当てはめて、ちゃんと点数を読んで当てはめるというところでしょうか。特許は。まあ、これは分かっていれば多分特許は落とさないのかなっていうところです。そんなに難しくはないから。この一方、衣装どうでしょうかね。ないしは商標というところになるんだけども、特に衣装ね。衣装は、そうね、あの、観念性を除いてはそんなに難しいところってないでしょう。 あとは部分衣装であったりとか、あと秘密衣装であったりっていうのは確かに独特ですよ。独特なんだけども、事例が複雑だっていうのはもちろん関連症というところでしょうね。まあそれが昨年度出たかというと、そんなに出てるわけではないわけですよ。昨年度はというと、かなり特殊な問題だったというところでしょう。こんな問題が出ましたよね。えー、っとね。例えば。 あと特許のところは論点ちゃんとしとこうねっていうところです。あの昨年度あの試験研究聞いたじゃないですか。試験研究。これは69条1項の試験研究に該当しますかっていう問いがあったよね。基本的な問題なんですけども、えー、っとこれ2問目の1番40点部分だね。40点部分。ここね。3つの項1でそれぞれ69条1項の試験研究に該当するんでしょうか。項1。 行為2、行為3って聞いてるよね。これ見た瞬間パッと浮かばないといけないよ。そもそも69条1個の趣旨はって言ったら何でしょうか通常そこから頭に入れて書いていくわけですよ。でも40点分だからね。まずそこの趣旨から書いていくならば、なぜ69条1個の試験研究は行動を行っても侵害とはならないんでしたっけこれをすることによって改良品に一歩進むってことがあるからでしょ で、さらに、これを通して、あ、これ、素晴らしいなって話になると、ライセンスの契機になるということになったりするので、えー、これ、侵害とはなりませんっていうのは本心だよね。本詞。でも、例外が、旧八事法の承認申請のための試験研究ですね。これはちょっと趣旨から言うと、ずれちゃうんだけども、存続化の延長に該当してる知、保護と利用のバランスを書くので、認めるってのがあったでしょ。で、このバリエーションがあるわけですよ。 まあこれちゃんと分かっていて書けるかというのを聞いたんですね。1,2,3、それぞれね。まあ、それも含めて書けるかというところなので、まあ、それのね、あのー、言いたいところ、パッと言って、69条1個の試験研究の趣旨はと言って、パッと書けないと、これいけないと思うんですよで。そんなに難しくはないでしょ。で、そういうの聞いてきますよ。間違いなく。まあ、はっきり言って、特実は何聞いてくるかと言っても全部ってことになるので、分かりません。 でも、ちょっと変えて聞いてくるわけですよ。ちょっと聞いて変えてくる。同じように見えてるけど同じじゃないのね。例えば、数年前でしたっけ権利精進ってこの問題聞いたんだけども、関節侵害の権利精進って聞いたじゃないですか。あれ、なぜそれを聞いたんですかね単なる、精進だけだったら、簡単に書けそうだよね。あのと同じような形で、関節侵害の精進って言えるかって聞いたんでしょそこ深く書かないといけないわけですよ。そこはね。 うん。取引の安全だったら、感染侵害物品も当然精進ってことになるよね。取引の安全。ただし、対価を決めてちゃんと点々流通だけ流すことをもって、まあ、特許権者もちゃんと利益を回収してやるんでって言い方もあるよね。そっからするならば、感染侵害物品の一部ね、時の一部って、ちゃんと換算して流通流したかというと、わかんないじゃないですか。これ、まあ、ものによりますよね。これも含めて解けるかと。 いうのを聞いたんでしょう。うその考え方を聞いたわけですよ。単に直線資源で同じような形で書いたとしたって、あまり評価の対象にならないと私は思ったよね。うん、だから特許についてはそうね、何でもかんでも出ますよ。ただし、あまり長いところよりも深く聞いてくるのかな、最近は。だから、最低限、一般的な論点全部つぶさにやってもらいたいんですね。じゃあ、衣装はというところだけど、それがさっき言ったらね、ちょっと変わってきたと。 というところですでもちろん関連書が出てくるならば難しいっていうかね面倒くさいわけですよかなり時間かかるでも1時間半だから時間なくて終わるってことはないからそんなに難しくはないってことになるんでしょそこでもう聞いてきたわけですよ衣装って出願の件数が少ない質願の件数が少なければ争点になることが少ない、まあ、争点というかね反例があることがないないんだけど深いわけですよいろんな面があるじゃないですか 創作っていう面もあるだろうし、協業っていう面もあるだろうし、他もあるという,うことがあるので、じゃあ特許の判例があると。特許はたくさんあるわけですよ。判例、裁判例って。じゃあ衣装に当てはまりますかって昨年聞いたわけでしょ。うん。って聞いたよね。例えば、この問題。どうでしょうかね。これもちゃんと考えなかったらいけないっていう問題になるんですけども、例えば、 昨年度ですね、衣装なんですけども、えっ、ー、と、衣装。一つ目、これ、あの、保証金請求権の問題ですね。国際衝突疾患と保証金請求権ってこれ問題聞いたんですね。で通常だったら、パッとこれ分かるかと思うんですよ。ただね、これ難しいのは、えー、ここに書いてあるかな。特権も少し一部聞いたことがあるところなんですけどもね。えー、っとですね、これ、過去に。出願 A の国際公表後、国際公表に両立ありますよね。 照明器具メーカーである兵は、衣装衣と類似する衣装のを独自に捜索した。独自捜索したわけね。独自捜索を行った方って、保証金請求権って交渉されないんですかって聞いてるんでしょうん。特許もあったよね。この手の問題って。書けますかねそもそも、なぜ保証金請求権という制度が入ってるんだろうかと、普通考えますよね。それは、公開等を行ったことによって、 模倣ってそこから始まってしまうってことになるわけでしょ。まあ、それに対する補填が保証金請求権だ。だから言葉を賠償じゃなくって保証金請求権だって言い方をするわけでしょ。保証するんだよね。じゃあ自分で作ったものって見てやったっていう関係になりませんので、そもそも保証金請求権の対象になるんでしょうかっていう論点があるじゃないですか。これも含めて書けるかって聞いたんでしょ。ここね。見ると。だから簡単ではないよね。言ってみたら。その言葉一つ一つが なんかあるわけですよ。聞いてるところってあるというところ。特許はこれ聞きましたよね。自分で作った場合も同じですかって聞いたわけですよ。まあ、これ一応契機になって聞いたというところでしょうかね。うん。で、さらに、まあ、この後ですよね。えー、と、いわゆる、あ、これ3番。輸出ですね。まあ、これも聞きましたよね。新しい類型として入った輸出。まあ、これも聞いたということになる。なぜ、輸出こう言って新しい類型入ったのかと。 いうところでしょ。さらにこれって、俗主主義の例外、で原則に派生かな反しないかということも聞きましたよね。で、何をもってそういうことになるのかも聞きましたよね。これも基本的事項なんで、分かってるかというところでしょ。うん。まあ、だから国際系は聞きますよね。衣装って。今年も今回聞いてくると思いますよ。国際省取りさんで。間違いなく。多分聞く。まあ、これやるべきでしょうね。いろんな問題については。やるべき。 うん、あのいわゆる条約との関係で国際登録日って一体どうなるのかなってなりますよね、まあ、通常だったら国際手紙が国際登録日だけどずれちゃう,とう場合もあったりするんでしょこれ、まあ、どんな場合ですかまた国際登録になった日がずれちゃうってこともあるんだね、まあ、これによってそうなれば選考案変わってってこともあるじゃないですかこれ聞いてくるってことあるかもしれないね条約だったら結構出るところじゃないですかそこはね で、さらに、聞いてきた問題が、建築物、私を聞いてきましたよね。衣装ってやっぱ違うんですよ。例えば、物品でしょ。流行性に飛んでいる。この一方で、建築物、どうでしょうね。これ、流行性に飛んでるかというと、ないんでしょ。ない。っていうことになる。ないっていうことになる。だから、多少とりあえずが違うね。じゃあ、画像はってこと。画像は 今日たまたま少し喋ったんですけどね。画像の衣装って、精進するってことはあるのかね、うん、さあ、どうでしょう、ね、媒体通した形で画像を提供しって言ったら、これは有体物をね、どうぞど,どうやっておりますんで、精進ってことがないと、その媒体点々流通するんで、なかったらまずいってことになりますよ。でも、画像だけ電気通信回線を通じって話になると、どうでしょうねこれ。 精進するんだろうか、しないんだろうか。っていうことね。著作権近い形で考えるんであるならば、譲渡権で精進するでしょ。この一方で、画像、ね。画像。まあ、言ってみたら、えー、特許の世界にもし落とし込むならば、ものは精進し、方法精進しないって言うじゃないですか。点々流通しないから、方法って。そっちに近いのかなっていう感じもしなくはないのね。だからどう考えるんですかと聞いてくるかもしれないですね。画像にしとって。 うん、あるいは、うんまあ内装ですね。内装認証ってなぜ保護されましたか多分書いてある。じゃあ内装認証って何をもって侵害構成するんでしょうかってあるじゃないですか。だって内装認証の実施ってどこにも書いていないんだよ。何をもって内装認証の実施になるんでしょうかって言われちゃうと、はてなってことになるよね。まあでも少なくても組み合わせは近しいので、全てを実施をして初めて侵害ってことになるけども、 じゃあ全ての構成物品について同じように生産って同じようにやってないとならないんですかねうん、これ難しいでしょただって、同じような共通の部位がなくっても内装になり得るので、バラバラに片っ端は生産し、片っ端は販売してはあるよね。一緒に生産だけやってるってことがあるかというとなかなか難しいってことないですかねじゃあ、どう見ていくんですかってあったりするしね。これすごく難しいと思うんですよ。内装の衣装の侵害って。 どうう見ていいくのかかととところとか、ね、で、昨年の問題、これなんですけどね。これもなかなか難しい。まあ、言ってみたら、えっ、ー、と、まず一つ目、一番。三条一項柱っていうところ、工業上利用性と言ってるよね。建築物。これ何聞いたのかな昨年いろんな人いましたよ。三条一項柱を聞いたんだって人がいた。で、三条一項柱を聞るんであるならば、これ三つに巻かれるじゃないですか。柱って。一つは何一つは、石を打てること。 あと一緒は具体的であることないこと。あとは工業上利用性。すべて書いてどうですって書いてするわけですよ。正しいですかね多分違う。それは。だって、わざわざ、これ、カッコで区切ってるね。工業上利用できるってわざわざ区切ってませんこれを聞いてるんですよね。ここのところって。それも建築物の場合。工業上利用。量産性ってあるのかなって聞いたわけですよ。量産性。量産性があるかな。うん。 物品はありますよ。だから、需要説って結果あるわけ。でも、建築物はどうでしょうかというと、そんなにたくさんできるもんではないよね。じゃあ、あなたの考え方はと聞いたんでしょそれを書くべきだったんですよ。そこ、うん。なかなか難しいですよね。議論が昔からあったところだから、これ。立法当時。あと、括弧コ2ってとこなんだす。これがこのぐらいだと出てきそうですよね。今後。だから、これ、内装だってこういうものありますかと言ったらどうでしょうねってありますよ。内装。だって、 一品制作的というか、お客様のところに入って、寸法を分かって、いりいちこれ一個一個こう作り上げるわけでしょ量産性であるかというと、ないかもしんないね。内装って。で、同じようにこう考えていくんですかと言われちゃうと、うんってあるところだろうし、いや、いいんですって人もいるだろうし、これを考えてって昨年度聞いたわけですよ。いやそれがなくって審査基準だけ書いて、まあ、受かったんでしょうけど、本当は違うんでしょうね。そこは。うん。 でないとやっぱ衣装独特の顕著を聞けないっていうことになるのでやっぱ出てくるわけですよこういうもんになってさらにこの括弧に「戦勝権」の使用するで戦勝権の使用してるんだけどもこれ設計図あると設計図があるとでしかしねこれに基づいた実施の事業に事業の準備に該当しますかというのを聞いたんでしょで特許のね判決を見るならばこれもウォーキングビームのだよねこれも、えー、こういうものあるんですって書いてあるわけ 通常だったらこれが出た瞬間、いや、ウォーキングビームの書けば足りちゃうんだと言って書こうとするわけですよ。そうしたら下に書いてあるもんね。判決の事案が。うん。書いてありましたね。えー、ウォーキングビームの問わず書いてありますよ。リ理ーーケンースって。ここね。書いてある、ね。で、この場合どうですかというと、これ、えー、っと、いわゆる設計図がある段階でも準備を認めましたって書いてあるわけね。だったらいいんじゃない ってことになりそうなんですけども、さて、そこだけでいいのかなこれで。通常だとね、こういう状況だったら準備、実施の準備に該当するかというと、当たるんでしょうかねどうでしょうまずこれ考えるんだね。考えるときって。普通止まりますよ。そもそも、選手要件って、洗顔主義の例外なんでしょうまあ、実証しているのは客観的ですよ。でも、準備と言ったら何やったって準備なのね。じゃあ 例外的に認めるしかないわけですよ。その場合って。それが主観と客観統合体と言ってる中身になるんですけども、ただ、設計図段階だけで準備というんだったら何でもかんでもってことなりかねませんかね。でもこれ認めたんでしょ特許は。なぜかというと、これ受注製品だったってことになってるね。ウォーキング、ビームロって。さらに一個お高いんですよ。だから製品、反省がない状態に基づいても準備で肯定しましたということになってるわけ。じゃあ、衣装どう 通常の物品に賞であるならば、多分ダメでしょうね、これ。うん。洗顔式の例外であって、この程度ではダメってことになると思いますよ。でも対象になってるものが、これ、建築物であって、かつ、上に上がってるよね。事案の検討になるんですけども、こうでしょリゾート設備かなんかになってるわけね、ここ。大規模リゾートホテルということになってるんで、そんなになかなか製品、反製品のある状態ではないんでしょうね。 ここはね。で、さらにずっと見てみるならば、新規工事を依頼する事業を選定すべく、複数の業者に、衆議院も不死たべる設計図を提示させたと書いてあるので、こういう状況もあるわけですよ。だから設計図しかないってことはあり得るのね、ここは。うん。で、これも含めてちゃんと、これ書けますかってっと聞いたんでしょ。で、何をこれ、大都市聞いてるかというと、まあなんだろう、判決知ってるだけではもうダメだってことですよ。言ってることって。 ね。よく覚えるじゃないですか。判決はこういうことになっていて、君まドはこうですって。間違ってはない。間違ってはいないんだけど、それって、今の状況からしたら、これから多分こういう人っていらなくなるわけですよ。なぜか。AI に代替されちゃうから。AI の時に生きるって言ったら、これじゃないでしょう。特許はこういう判決があります。遺書はこういうことになります。特殊性。さらにこの事案だからこうなるんだっていうのは、これは AI で考えることはできないよね。我々考えるわけですよ。この知見を持っている方が、 ちゃんと理解できますかっていうふに変わってきたわけですよ。今年もこういう問題出るでしょうね。例えば、判決を聞きます。その判決から言えることはと言って解いていくわけですよ。で、一番、まあ、聞きやすいのはさっき言った自死行為ね。内装の自死行為。どういうものが問題となるか。時計はこうなっている。あるいは、えー、と画像ですね。画像。あと、は建築物。何をもって建築物の実施に該当しますかというところ。ね。あるものを設計したと。 設計段階において、直接侵害に該当するんですかって言うとどうですかねこれも。うん。業務的には建築と書いてある。でも建築で一体何かって書いてないのね。で、設計って入ってくるかというと、さあどうでしょうねそこ,こは。なかなか難しいでしょまあそれも踏まえて書いていったりとかって問題あるかもしれませんよ。内装しかり、あと組みのしかりね。何をもって自主行為に該当し、直接侵害に該当するんですかと言われちゃうと、ハテナとなるところだね。そこは。 まあそれに聞いてくるんでしょうね。たくさんたくさん。まあ、今日ね、たまたま取、えー、材予想セレクトってやったんですけど、収録やったんですけど、まさにそれをずっと喋っていたんですね。新しいタイプの衣装における侵害と一体何かっていうところとか、あと、特、え、許、ー、でこういう判決があるけども、これって衣装では当てはめるのかっていうところね、まあ、聞いたりとか、まあ、それを少し喋っていたのですけども、なかなか難しいですよね。見ると。あと、商品をたくさん。 判決含めた形で、かの考え方って聞いてきます。ただ、窓プロ関係は絶対これはあり得ますんで、窓プロ関係あった上、まあ、多分これ1問目でしょうね。あった上で2問目は、多分判決、あるいは考え方、聞いてくるんでしょう。A という見解があります。これに対して B という見解はどうなるかというところでしょうね。もちろんコンセント。あと41個8号。まあ、聞いてくるでしょう。そこって。ただ、そこにおける問題点ってあるところなので、その問題点ですね。 ま、それについてはどう考えてるのかというところを含めて多分消えてくると思います。まあ、それがもって本試験ってことになるので、本試験についてはそうですね。まずね、できるんだったら過去の問題すべて総ざらいで検討してみてください。何が本当の争点だったというところ。さっき言いましたよね。あの、いわゆる権利商人というところで、通常の権利商人と違って、感染侵害の権利商人は、という場合ね。あるいは、えっ、ー、と、17年かな。 衣装なんですけども、あのー、あの、いわゆる、インクタンクに近いものを出たんですよ。衣装で。うん。じゃあ、これって特許あるわけですよ。でも、衣装でその規定がある、その判決があるわけではないし、この場についてどう考えるんですかと聞かれたときに、同じように本当に書いていいのかなっていうところは、問題文を見ながら考えなきゃいけないんですよ。やっぱり多少違ってくるところだから、そこって。どう考えていくんですかあと、商標系もそうですね。まあ、商標については、その、 ね。その、えー、再生産の行為についてどうなるかっていうところがあったりするわけでしょ。まあ、そこについては多少考え方違ってくるところなんで、あなたはどう見ていくんですかあと絶対聞いてきますよ。だから解けないと、まずいというところになるでしょうね。あと、まとの関係は今年は、まあ、セントラアタックが出し直しか、はたまた、大体っていうところですね。大体。あれは一応条約の、ね、あの、約分のところと、あと規則がちょっと違うよね。条約の約分についてはどうなってるかというと、 全部大体じゃないといけないと書いいいととけ書てありますよ。でもここで、ね、この商標だったりとか、あと PC の規則は一部代替かってことになってるんで、なぜそういうことになっちゃったのかなーっていうところ含めてね、考えて処理をするというところでしょうかね。まあ、それがないといけないということにもなるだろうし、あとは、えっ、ー、とね、これあんまりちょっと考えた、考えてもわからないかもしれませんけどもね、あのー、国際的に違うする際に、 マトプロスカットが利点が高いのか、そうじゃ何が高いのかと。通常利点がありますって教えるわけですよ。でもデメリットも結構あるからね。そのデメリットって一体何ですかっていうのを複数語書けと言ったら書けますかね。うん。聞いてくるかもしれない。それって。結構あるところなんで、えー、実務的にもですよ。あるところなんで、それ聞いてきて、あなたの見解はってうかもしれません。あるかもしれませんね。 まあそれも含めて、えーまあ、この講座で少しやろうかなと思ってるんですけども、まあ、言ってみたら頭の体操ですかね。今必要なものって、うん。つい数年までは、ともかく読む、速読力って言なかったかな。必要だって言ったら今そうではないでしょ頭の体操と明確な知識、パッと切れるかっていうところと、できれば趣旨解釈やってもらいたいなと思うんですよ。趣旨解釈。何条何個の趣旨はといって、本当はゼ部でやるべきなのね。 やって、そこから導く力があると、すごく実は強いんですね。で、絶対これ間違えないっていことになるだろうし、もしちょっとでも書ければ、多分論文式試験は加点ですね。間違いなく。加点というか、いい点で受かるというところです。どこはね。だって、担当式試験ではもうないでしょ担当と受かった方が論文受けるので、担当と同じようにちょっと書いて理由だけっていうのは、手が僕はないと思ってるんですね。ちゃんと、なんだろう。ちゃんと、 拝点通り読んで、拝点通り書くってことは絶対必要です。で、問題にちゃんとね、示唆されてるので、これも使って書くのね。使って書くというところでしょうか。これ結構重要ですよ。例えばね、これ。これ、令和元年のこれ問題なのですけども、これ。関連章だよね。平成元年かな令和元年か。こうは、遺書 A を創作して、衣装 A について全体章で、令和5年5月7日に遺書を取る筆談をし、うんぬんと書いてあるよね。販売等をやった。A はーチになっちゃったと。 ということが書いてあるわけですよ。また、令和元年6月28日に、講和衣装 A の形状に修正を加えと書いてあるんだけど、これは一体どういう形状になってるかって書いていないんだね。修正を加えましたとで。修正を加えてるので、A と類似関係かもしれませんし、B って。類似関係なくって創作用意ってことかもしれません。これ分からないわけですよ。これ分からないと。衣装 B にかかる物品は2年後の販売を予定している。また、A にかかる衣装登録室は 令和元年6月28日、これ試験日当日だよね。で、まだ登録になっていないと言ってるんで、設定登録になって、広報掲載されていないってことだね。もし広報掲載されてるんであるならば、どうもう、四条市はできないってことになるけど、まだできるんでしょうん、もし、これね、あの、四条市じゃなくても、類似関係であるならば、関連等で救済ってことはありますよ。しかし、これ、わからないじゃないですか。うん、どうなってるかって。 ね。もし、類似関係と自分で思ってしまって、えー、やったと。でもそうじゃなかったって話になると、三条二項やってきますよ。ね。今般の四条三項のところ、今日ちゃんと指示してたよね。うん。あなたが類似関係で思ってもダメだと。あの、今回の改正はわかりますよね。公開された遺書があると。同日関係以降のものについては救ってあげるんでしょ。証明書面出せば一つでもね、足りると。なってるんですけども、ただ、 そこについて類似関係ならばねっていう前提ですよ。でも類似関係ってあなたが決めるわけじゃない。蝶が決めるんだ。危ないんだったらすべて真相の敵をやっておけと書いてありますよね。Q&A っていうところに書いてある。まあ、それを含めて多分これ聞いたんでしょうね。この話って。まあ、それをちゃんと含めて書けるかというところでしょうかね。うん。まだ間に合うんだったらやっておいたが、まあ無難は無難ですね。類似関係あるかどうかって言われてくるものは分からないってことになりますんで、そこは。 通常だったらすべて出すってことは一般的なので、やるのかなというところもあるので、問題文ちゃんと読んで、何が出てくるかと。これはちゃんとやるべきでしょうね。まあそれが本当って、当てあべとか応用力って言われてるものです。他方試験はその点が難しいんです。パッと見ると似てる。似てるんだけどちょっと違うということになってるんで、毒は違うのかなっていうところと、わざわざ条件設定を試験の先生がちゃんと詳しく置いてるわけですよ。これ感化して書いたら、 多分ダメでしょうね。うん。で、これも踏まえて、ちゃんと勉強していただきたいと思います。まあ、デスラのところっていうのはね、全部って全部かもしれませんけども、特に衣装については、新しいところの衣装ね。あと、商品もそもそも出てくるのかなと思います。新しいタイプの商標。音かもしれないし、あと、今一番問題となっているのが多分色彩ですね。なかなか登録にならないという実態があったりするんで、聞いてくるかもしれないし、あとは、チーダ。これ面白いからね。うん。 なかなか面白いっていうところになるんで、チラン。まあ、聞いてくるかもしれません。あとはもちろん変わったところの8号だったりとか、コンセント。でも論点たくさんあるんですよ。まあそれを聞いてきて、あなたはと。まあ聞いてくるかもしれません。うん。で、あなたの見解はというのが一番やっぱ面白いところだから、論文独特ですよね。で、解けるように、よくよく、えー、まあ、過去問を使ってよく勉強するんですね。過去問にすべて特許庁の、なんだろう、聞きたいところがあると言っても過言ではないわけです。 あのともかく書いて受かるとあんだけ書くようであるならば、そこは多分気づかないんですよあの。いつも言うように、相対評価ってその時の相対評価に過ぎないよね。平成2年はこれで受かったと言って教えるって話になると、今どう平成2年と違って、今はもう相当経ってるわけ。すべてそれ常識になってしまってるんで、当時の相対評価は、今の相対評価で言うならば絶対落ちるってことです。だから、ある程度数年経ってしまった問題については、絶対評価で見なかったらダメですよ。 各勉強って。じゃないと、どん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 ね、落ちちゃうってことになりますんで、当然、あの問題の検査も含めてもやってるでしょ。各予備校で。ね。で、そこはね、もう誤解してもらったら困るところなんだな。多分僕は基本的には絶対評価のとは教えたいと思ってるそこなんですね。じゃないと、過去問ってやってる意味がないと思ってるからです。ね。ぜひそうやってお勉強していただきたいと思います。あとね、 直前の時そうだね。何が出ますかというのはもし、リシピアに来られた方が聞いてもらったらと思うんですけどね。こんなことが出ますよとかね。こういう勉強した方がいいですよっていうのは、それぞれ、各校の本校の先生が、もし指に来れるんだったら私に聞いてもらったらと思います。では、ガ概スはこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。